地球を見ながらレディオヘッドっていうのは最高の贅沢でしたね。はい、実は国際宇宙ステーションは結構ですね。サーバー室みたいな音というか、機械音がすごいしますね。ですので、クルークォーターに入んないと、ちょっと寝づらいぐらいの音が常時してます。本当にサーバー室に入られたことがある方はわかると思うんですけど、ああいうファンの音がずっとしてるイメージですね。はいで、音楽はあんまりゆっくり。聴 あの時間がなかったんですけどまあもちろん iPhone に持っていった iPhone にいろんな音楽を入れて聴いてました特に「レディオヘッド」の曲がですね僕大好きなんですけど地球に地球を見ながらレディオヘッドっていうのは最高の贅沢でしたねはいあの打ち上げの時も本当に楽しめましたし変な話あの富士急ハイランドのジェットコースターのが怖い怖いです 本当にスムースに打ち上がるので、あのちょっと前にあのツイートもしましたけど、新幹線の,この駅からの発車ぐらいスムースなんですよ、帰りは重力化、あのリエントリー、大気圏突入の時もきついですし、G が結構かかります、多分 5G とか 6G ぐらいかかってたと思うんですけど、あとパラシュートが開いた瞬間に、宇宙船がもう、ものすごい揺れるんで、それはちょっとびっくりしました。 宇宙に行くと地球に夢中になりますね <laughs> そう。風があることとかもありがたいとか匂いがあることもありがたいですし、ね、季節もあるのもありがたいし地球ってすごいなと思いましたね。まあ、実はもうどういう潜水艦に乗ってどういう時間をかけてあの行くかっていうところまでもうあのほぼ決まってます。